分布境界線とは、個々の生物種の分布域の範囲を区切る線であるが、特に、生物地理学において、多くの生物の分布の境界になっている、生物症の異なる区域の境界線のことを指す。生物の分布の範囲は、その生物の生理的限界によって決まると考えられがちであるが、実際には、より様々な条件が影響するものである。 知識的条件がその生物の到達可能な範囲を規定し、他方で生理的条件がその生物の潜在的な生息可能な範囲を規定する。実際に見られる生息範囲はこの両者の重なる範囲の中で生物的条件が満たされた場合である。大まかに言えば陸上性で移動能力の低いもの、例えば両生類や淡水魚、哺乳類などは、 地質的な影響を受けやすく、雲類や鳥類など遠距離の電波が可能なものは、その影響を受けにくく、生理的限界により近い分布を示すとみられる。したがって、前者においては、大きな海峡などは、多くの種に共通な分布境界線になりがちである。なお、地質的なレベルでは、海水準変動があったことが知られている。そのため、浅い海峡は、 頻繁に陸続きとなり、分布境界線の役割を果たさない。ある程度深い海峡は、ごく稀にしか陸続きにならないので、分布境界線として重要となる。逆に、大きな陸地をへ立てる、そのような海峡は、それがいつ陸続きになったかが、生物の分布に大きな影響を与える。このように見たとき、このような形での陸続きを陸境という。ウォレス線。 ウェーバー線などの一様々な生物の分布を見ていると多くの種の分布境界線がほぼ重なっている場合がある。その線を挟んで多くの生物が入れ替わることになるからかなり異なった生物小になる。つまり生物小の境界線になるわけである。このようなものを生物地理学では分布境界線として特に取り上げ、それぞれに名前を付ける。 このような分布境界線の最初のものはアルフレッド・ウォレスの発見になるものである。彼は1868年インドネシアにおける生物研究の中から主として動物性の差をもとにその存在を主張した。彼の言う境界線はスンダレ島のバリ島とロンボク島の間を通りボルネオ島、セレベス島の間を経てミンダナオ島の南へ抜けるものである。彼によると これより、西は東南アジアを含む東洋区の生物省を持ち、これより東はオーストラリア区に属する。この境界線は後にウォレス線と呼ばれるようになった。その後、エルマードリュー・メリルは植物省の研究に基づいて、ミンダナオ島の南へ抜ける線を延長し、パラワン島以外のフィリピンの西を通り、バシー海峡で東へ折れる線を提唱した。これは後に、 シンボレス線と呼ばれるようになった。その後、台湾南部に位置する、紅れ東省と台湾の間へこの線を延長する、説もある。一方、これと関連して、エム・ウェーバーが淡水魚の研究をもとに、チモール島の東からセラム、モルッカの西を通り太平洋へ抜ける境界線を提唱し、これは現在では、ウェーバー線と呼ばれる。この線より、東は完全に、 オーストラリア系、西には、東南アジアの要素が入るという。つまり、ウォレス線とウェーバー線の間の部分が、旧熱帯区とオーストラリア区の中間的部分だと、言える。現代の視点で言えば、東洋区の生物省は、アジア大陸を中心に発達したものであり、これに対して、オーストラリア区の生物省は、それと隔離されて発展してきたものが、大陸の移動により接近したことで、 その接触面において少しずつ入り混じりつつあるのを見ているわけである。なお、スラウェシ島はウォレス線より東にあり、オーストラリア系の要素が強いが、バビルサのように固有の魔獣類が生息する。これは、この島がもともとはオーストラリア側とアジア側の二つの島であり、それらが接触して一つになったのが今のこの島なのではないかと言われている。 日本に関して設定された分布境界線として有名なものには以下のようなものがある。蒸気2線は元になった生物は異なるものの、線の位置もその意味付けもほぼ同一である。この線をほぼ分布境界とする生物は他にも多く、熱帯系の体幹性の弱い生物の分布境界としての意味を持つとみられる。ありがとうございます。